はい、皆さんこんにちは、マイリジョ折り紙です。本日折ってく折り紙がこちら、じゃん、はい、六角形の、ボックスです。で、非常にね、丈夫にできてるので普段使いが、できるようなボックスですね。はい、こんな感じです。で、折り方もそこまで難しくなくて、結構重なってる部分が多いので非常に丈夫です。で、これはのりもテープも一切使ってない状態ですね。はい、使わなくても組み立てができるというような感じのボックスを作っていきたいと思います。で、今回使う折り紙なんですけども、15センチの折り紙を半分にものですね。はい。を1枚、2枚。3、4、5、6枚。で、これが蓋の部分です。蓋の部分は、こんな感じで、両面折り紙を使ってます。はい。で、箱の部分に関しては片面の折り紙ですね。これを、まあ、同じですね。6枚。なんで15センチの折り紙を3枚ずつ使うような形の折り方になります。はい、では早速折っていきたいと思います。まずは、蓋の部分ですね。蓋の部分から折っていきます。はい、それでは、蓋の部分からですね、蓋の部分から折っていきたいと思います。ちょっと柄付きだと見えにくいので、この赤の片面折り紙で折っていきます。はい、まずこちらを半分に折ります。はい、半分に折りました。折ったらの上の部分の1枚だけをさらに半分に折ります。はい。で、ここ折ったら、折り目をつけるだけで戻します。はい。そうするとね、真ん中に折り目がついてますね。そしたら今度この折り目に対して、下の重なってる、この重なってる方を折ります。はい、こんな感じ。そしたら戻します。そうするとここに折り目がついたと思います。はい、この折り目に対して上の1枚を折ります。はい、この1枚を折ります。で、開きます。そうすると今ここに折り目がついたの分かりますか。そしたら今度ここの折り目の角を中心に、ここからこっちの角をこの今の折り目のところに合わせて折ります。ここの角を中心にして、はい、ここまでこの角中心に折りました。折ったらこの状態で、今度はここの今折った角、この角のところからまっすぐに折ります。この角を裏から見ながらまっすぐに折ります。うわ、はい、ここね、まっすぐに折ります。はい、ここまで折ったら
旦全部広げます。はい。広げたら、ここに縦に1本折り目が入ってると思うんですけども、この折り目に対して、このこっち側の面を折ります。こんな感じね。そしたら半分に折ります。はい。こんな状態です。はい。さらに今度はここの白い部分のところからもう一回折ります。この時ずらさないようにこっち側を押さえながら折ってください。そうするとこんな感じね。はい。で、この状態で裏返します。裏返すと下に折り目がついてると思うんですけども、ここの折り目の角を中心にして、上の角をこの辺に合うように折ります。ここもね、こんな感じで折ったら、この合うところまで合わせております。こんな感じですね。はい。この角中心にここに合うように。はい。で、ここまで折ったら、裏返しにして、この白い部分に手を入れて広げます。手を入れて広げます。はい。こんな感じで広げます。これでもうパーツの完成です。一つのパーツ。はい。で、このパーツを6枚ですね。もう折ってありますんで、1、2、3、4、5、6と。はい。で、合わせ方はね、難しくないとは言えないな。最後の部分が難しいんですけど、この縁のこの部分に対して折り紙を入れていきます。こんな感じで入れていくんですけれども、一枚。3枚。ちょっとね、硬いところがあるんで、この角のところですよね、特にね。そこは硬いんで。4枚。最後ね、5枚目、6枚目がね、一番めんどくさいです。
こうですね。こうやって折ったら今度はこの下のこの部分、この部分を上から上げて入れます。あとはこっちにも刺すんですけど、刺しにくいんで全体をちょっとずつ広げます。こんな感じで。全部広げすぎちゃうと取れちゃうんで、取れない程度に広げます。はい。広げたら、あとは同じですね。ここから中に入れていきます。慎重にゆっくりと入れてください。これがね、結構一番めんどくさいっちゃめんどくさいんで、なんでちょっとこんな感じで浮きますけど、あとは浮いた状態で少しずつ押し込んでいきます。浮いた状態で全体を押し込んでいきます。そしたらどん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 これを中心に合わせて押していきますね。で、この部分を最後に裏側に入れ込んでいきます。あとはどん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 こんな感じで奥まではめていきます。これ結構ね硬いんで、これをしっかり奥まではめないと蓋が大きくなりすぎちゃってブカブカになってしまいます。もうちょいかな。はい、こんな感じで出来上がりです。蓋の部分ですね。はい、じゃん、綺麗でしょ。はい、そしたらこの蓋の部分は置いといて、次ですね箱の部分を作っていきます。箱の部分同じ赤でいきますね。上の方だけを半分に折ったら、この部分をつまんで跡をつけます。だから今度はこっち側をこの跡につけたところに合わせて折ります。これも上の部分だけ跡をつけてくださいこんな感じ。だから今折った跡に対してこっちの面をここに合わせてまっすぐ折ります。はい、こんな感じです。そしたら裏返したら、こっちの辺をね、こっち側に合わせて折ります。開きます。開いたらここにね折り目があると思うんですけども、今度はこの上の角を中心にして、ここにこの角がの折り目に合うように折りますこんな感じ。はい、したら一旦広げます。重要なのはここの部分ですね。この部分の折り目、端の折り目ですね。今度はこの角をこの端の折り目に合わせて折ります。はい、こんな感じです。
そしたら全部開きます。表面はこんな感じの折り目ですね。はい、そしたら裏面にしてもらったら、ここに斜めの線がバッテンに来てますね。このバッテンの中心のところまで下の折り、下の紙を上に上げます。はい、こんな感じですね。はい。そしたら表に返すと、今度はこの V の一番下の部分、ここでこの紙を折ります。こんな感じ。で、開きます。そうするとこんな感じの折り目ですね。で、この状態にいたら上の一枚だけをさっき折った折り目で折ります。こんな感じ。はい。今度はこの重なってるこの角、角からこの角をこの折り目に当たるように斜めに折ります。こんな感じで。はい。たらこの紙を上に上げます。はい、上げたらこの白い部分表に折ります。で、ずれないようにしっかりと持って折ってくださいね。はい、こんな感じですね。そしたらここに斜めの折り目がついてるんですけども、これをもう一度折り直します。この時も後ろの紙がずれないようになるべくね、まあ、ずれちゃうんですよね、絶対に重なってるんで。はい、こんな感じでここの部分だけ、ここの部分だけ折り目をつけます。開きます。はい。この状態できたら、今さっき折ったこの部分ですね、立てます。立てたらここの折り目に対して後ろからキュッと持っていきます。わかるかな、キュッと、これだけキュッと持ってって、あとは形を整えたらパーツの完成です。あとね、これね、これを元に戻しといてください。はい、こんな感じのパーツが完成ですね。これを6枚用意します。はい、次ね、箱の方をね、組み上げていきます。できたパーツをこんな感じで持っていただいて、この下の方からスッと入れ込んで、はい、こんな感じね。よし、ここにね、ちゃんと奥まで入れてください。はい。ただ次こっちもね、同じようにここの部分に、裏から見せた方が分かりやすい、この部分を入れます。この上、この重なり、ここの重なりが入れた方がどんどん下に行くようにやっていきますね。はい、次この部分ですね、またよいしょ、入れていきます。はい、で下に行ってて、こっちから
ですね。折っていきます。はい、こんな感じで、上はこんな感じで、また最後の方ですね、この部分も斜めにしながら、よいしょ、こんな感じで入れます。そしたら今度上のこの部分を開きながら、同じようにここに刺して入れ込みます。よいしょ、はい、こんな状態ね。でちょっとずつちょっとずつ形を整えていってください。はい、でこの時にこの状態で、調節しながらなんですけども、一旦蓋をかぶせてください。結構ね、あ、これちょうどいいね、 OK。 で一旦かぶせてもらって、サイズを合わせてから、この上のこの下の部分ね、この下の部分、これパッチしたんで取ったまま、この上がね1枚ペラッと開くんですけど、中に折れます。中にこれを入れ込みます。ピッとで固定する感じですね。はい、12ね、3、ここの部分ね固定すればね、かなり丈夫になるんで、最後よし、はい、固定できました。もうそしたらね、かなり取れないですからね。そしたらあとは下からキュッと押さえて、はい、これで箱の完成です。そしたら今度は箱と上から合わせて入れるとぴったし。はい、こんな感じで、結構ね大きいんですよ、手のひらサイズ。ほんとプレゼントボックスにもいいし、普段使いもできますよね。柄が可愛い柄を見つけて折ってあげたら、それだけでかなり可愛い箱が出来上がると思います。はい、いかがでしょうか。はい、実用性抜群の、はい、今回は六角形のボックスを折ってみました。はい、ぜひ皆さんも折ってみてください。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では皆さん、さよなら。